はい、こんにちは。今日なんですけれども、ケトジェニックダイエット1ヶ月の成果をお見せしたいと思います。ケトジェン、ケトジェン。ケトジェニックダイエットはもう1ヶ月以上やっていたんですけれども、インボディというまあ体組織系がありまして、同じマシンで測った期間が、前回測ったのがまあ大体1ヶ月前なので、そのまあ大体1ヶ月間を今日はデータでお見せしたいと思います。あのね、まあまあいい結果よこれ。前回は5月29日です。で、今日が7月の1日に測りました。なのでまあ大体5月29日って言ってもまあね、6月の頭みたいなもんだから、まあ約30日ですよね。はい、って感じでいきます。5月29日のデータ、これ見せようか。画像出します。5月29日のデータはこんな感じ。はい、体重 71.9kg で、骨格筋量が 34.6 で、体脂肪率が 15.9 っていう感じです。これなんで同じマシンで測りたかったかというと、骨格筋量とか体脂肪率ってインボディってでもマシンによって全然違うんですよ。これじゃないインボディは骨格筋量が52とか出たりね、それとまた別のインボディでは45とか出たりねするんですね。俺全部でインボディ4種類ぐらい測ったことあるんですよ。インボディのマシンによってちょっと開きがあるので、同じマシンで1ヶ月前と1ヶ月後っていう風な感じで計測しました。はい、ほんでこれがね、じゃあどうなったかっていう と、今日のデータ、これもうほやほや、こちら体重 71.0、 骨格筋量 35.6 で、体脂肪率が 12.4という結果になりました。前回と比べると体重は 900g しか減ってないんですけれども、骨格筋量は 1.0kg 増えてると。で、体脂肪率は 3.5% 減りました。すごくね。体重 900g 減ってるのに対して骨格筋量増えて体脂肪率は減ってるっていう、すごく理想的なさ、ボディメイクだよね、これって。うん。すごくない？で、これ骨格筋量が 1.0 減ったのはなんでかなっていうのをちょっと考えたんですけども、腕のトレーニングと足のトレーニングをちょっと最近やってまして、多分それで増えたのかなっていう風な感じで、まあ、やっぱり誤差とかっていうのはあるから、そんな急にね、1ヶ月で 1kg の量増えねえよって言われるかもしれないですけれども、インボディって手でこう持って、で、足乗っけてっていうような感じだから、まあ、腕と足を最近よくトレーニングしてたから、まあ、それで骨格筋量がちょっと増えてるのかなという風な感じかもしれません。はい。体重に対しての体脂肪率の減少、これすごいよね。71.9 が 71.0 になって、体脂肪率が 15.9 から 12.4 で、ケトジェニックダイエットってなんかそのいろんな研究データが最近出てきたんですけれども、ローファット系のダイエットをするよりも筋量が増える、ケトジェニックダイエット中は増えるみたいな感じで言われてたりもするんですよ。まあそれはちょっとタンパク質が取りすぎとかなんかいろんなデータがバーってあるんですけれども、まあ賛否両論すごいあるんですけれども、で、俺の結果はこれはもう本当にリアルだから、リアル中のリアルだから、ケトジェニックダイエットって俺には合ってたっていう風な感じです。はい、まあその数字の誤差でしょとかさ、まあいろいろあると思うんだけども、けど悪い結果ではないよねこれ、どう考えても。はい、で MCT オイルなんですけども、これはねもうなくて、で今回のそのケトジェニックダイエットはだいたい確か45日ぐらいだと思うんですけども、これももうなくなってたのよほぼ。で今ずっと使ってたのはこのカリフォルニアゴールドニュートリションの MCT オイルを使って、僕は今回はケトをやっていたっていうような感じです。どうしよう。で最後にちょっと体見ます。俺3日前ぐらいに体見せたばっかりなんだけど、見る、一応見ます、一応見ましょうか。はい、はい、で今はこんな感じですね。はい、3日前ぐらいに体見せてるんであんまり変化ないと思うんですけれども、まあ1ヶ月前と比べるとまあこんな感じになります。はい、
ということで、こんな感じで、まあ、ケトジェニックダイエット今回一回終了したんですけれども、あと2週間ぐらいしたらもしかしたらケトやるかやらないか、ちょっと数字が良かったからちょっともう一回やりたいなっていうのがあるので、体の様子見ながらやっていきたいと思います。とりあえずこんな感じの報告です。それでは